マヤンチになっているのか。これマジマヤンチになったらめっちゃ嬉しいな。いきます、 3,2,1 マヤンチ、こんにちは。アニマセヨー、22ムニダーポテです。ということでね、20専門チャンネルとしてね、まあもう1年以上やってるんですけど、まさかこのたまごっちを買う日が来るとは思わなかったです。このたまごっちを買う日が来るとは思わなかったです。ということでね、こちらですね、たまごっちスマートの20スペシャルセット、こちらをね、購入して、まあ、このクリアファイルだったりね、このたまスマカードだったり、フォトカードだったりね、10枚セットのフォトカードだったり、これをね、紹介した動画はね、昨日ね、こちらの動画で上げてるので、ぜひね、こちらの動画を見てほしいんですけど、まあ、今日はちょっとね、のんびりとね、このたまごっちの方を実際にやっていこうかなと思います。でね、今日はね、まあ、1話ということで、たまごっち、ポテのたまごっち日記1話ということで、まあ、ちょっとこれ動画化してるんですけど、まあ、今後はね、毎回毎回ね、たまごっち日記動画にしたら、もう、ポテのたまごっち日記チャンネルになっちゃうので、それはちょっと違うということで、こちらですね、ポテのね、個人の20の YouTube の、Twitter のアカウントがあるので、こちらでね、ちょっとポテのたまごっち日記って感じでね、まぁ、ちょっとたまごっちやった日はね、ちょっとどういうのがあったよとかね、まぁ、動画にもできたらね、こっちにね、短い動画で上げていこうかなと思うので、ね、ぜひね、このポテのね、マヤ推しのポテ、なんならマヤっていうアカウントをね、フォローしてもらえるとね、嬉しいなと。で、拡散もしてもらえるとね、嬉しいなと思います。で、こっちですね、22の公式の方ね、公式の方では、まあ、普通にね、いろんなこと喋ってたり、今日何時からライブしますとか、今日何時に動画出しますとか、今日何時にプレミア公開ですとかね、あとまあ普通にいろんな20の情報をなんかリツイートしたり、20の情報についていろいろ喋ったりね、結構ね、動画の情報だったり、動画にはない情報とかもね、こちらのね、アカウントで言ってたりするので、このね、22公式のツイッターアカウントもね、ぜひね、フォローしてもらえると嬉しいなと思います。でもこのたまごっち日記をやるのは、こっちのね、マヤ推しのポテなんならマヤっていうアカウントで、ポテのたまごっち日記やっていくので、ぜひこれフォローしてほしいなと思います。ということで早速やっていくんですけど、もうね、やっていく方とか全然わかんないで、ちょっともうポテの顔いらないじゃん。ポテの顔いらないんで、もう手元動画みたいな感じで、今からやっていきます。ということで、早速たまごっちやっていきましょう。はい、じゃあね、早速ね、たまごっちを始めていくんですけど、まずね、これ、これすごくない？この、SML と JYP。 SML が何のか分かんない。分かんないけど、JYP って書いてあるのやばいね。で、バンダイ、メイドインチャイナって書いてあって。で、これはあれだから撮っていい？これはあれだから撮っていい？うわ、ちょっともう指紋ついちゃった。俺もう指紋とかマジで嫌だから。ちょっと待ってね。よしよし。で、どうやったらつくんだこれは。買った？このボタン。何このボタン？買った？ボタンこれ。買った。これはなんだ？どうやったらつくの？どうやったらつくの？これは充電っぽいな。充電っぽいな。で、こっちが、あ、これ多分タマスマカードだね。このタマスマカードを、こっちか。タマスマカードさせる場所だね、ここは。っていうのはわかるんだけど、どうやったらつくんだ？大体でもなんか長押しとかだよな。長押ししてみるか。お！来たー！来たぞ！あ！今の日付時間、2021年だよね、今。ん？違う。誕生日ね、これ覚えてください。僕の誕生日は5月の1日です。これでいい？これポテだよね。はい、オッケーですと。おお、何が生まれるんだ？何が生まれるんだ？これは生まれない？もしかして、もしかして生まれない？たまごっちむずたまごっちむず。え、このボタン何？硬いんだけど。え、なんかむずくない？よしよししてあげればいいのかな？よし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 してあげればいいんかな？おい、むずいぞ、たまごっち。ボタン押すか。できることもう終わり？まさか。え、まさかのできることもう終わり？ねえ。第一章終わりこれ。
どうしたらいいのこれ。ん、あ、ちょっと待って、絶対生まれるやん。きたきた、かわいい。なんだこれは。おめでとう、これからはご飯をあげたりうんちを、1個飛ばしたわ。スマスピッチと、スマスピッチというやつが来たわ。1個飛ばしちゃった。ポッテ、はい。どうしたの？どうしたの？ポッテ、どうした？え？このボタン何？ずっと。なんか押せないんだけど、このボタン。ポッテ、はい。なるほど。なんだ、なんだ、なんだ？これか？え？押せないのこれ。むずいな。え、なになになに？お、なるほど。あ、これしっかりね、ポンじゃなくてギューってちょっと長めに押さないと反応しないわ。はーいって言ってる。撫でよう撫でよう。ほら、長めに押さないと反応しないね。あ、なるほど、自分で撫でろってことね。はい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 、はい、いいね、素晴らしい素晴らしい。え、まだまだ撫でてほしいのこいつ。こいつ、うわ、ちょっとニズーの誰かに育ってほしいな。なんかこれ、あの、与えるものとかによって、なんだ？育つたまごっちが違うらしくて。で、このね、たますまカードで、増やしたコンテンツの、なんか食べ物とかを与え続けると、そのニズーにね、育つ可能性が高いらしいですね。おいおい、いつまで？いつまで？いつまでやんのこれ。もうええやろ。もうええやろ。おいおい、いつまで撫でるのこれ。いつまで撫でるのこれ。はてなって何？そして、撫でてんのに。はてなって何？え、まだ反応してない俺の手。こうやってタイミングよくやれってこと？もしかして。え、撫でれてる今これ。よかったんかな今ので。今のでよかったんかな。声をかける。元気かい？すげえ。そうでちゅか。元気かいって言ったんやけどな、こっちは。こっちは元気かいって言ったから、そうですかおかしいんだよね。はいかいいえなんだよね。元気かいなんだから。なになになに？まだ泣いてんじゃん。どうしたん？どうしたんマジで。はーい。どうすりゃいいんだろう、どうすりゃ話を聞けようかな。たまごっちむず、はーいでちゅう。おい、たまごっちむず、わからな。じゃあちょっとね、このたますまカード差し込んでみますね。はい、こういう感じでここ開いて、多分これでいけるんじゃないんかなって思うんですけど、はい、これ卵が2個連なったみたいな。うわ、バグったわ。え、ちょっと嘘でしょ。ちょっと待って、待って。今なんか調べてたら、なんかもうやばそうなんだけど。ちょっと待って、あ、こうやってあれか、病院じゃないか。おい、今大事な時期だろ。ちょっと待って。違う。あ、ちょっと病院。そう。多分病院だよな、これ。オッケー。おい、大丈夫か？おい、どうしたらいいんだ？病院じゃないのか？おい、早くも一人。あー、なるほど。こっから、こっちがあるみたいな。これだ。これで、通信やって、たますまカード。あ、ここ、たまつまカードでダウンロードやな。あ、これでいける。ダウンロードできるたまごっちは3つまでだよ。今0個。わかりました。多分これしかやりません。あ、やっとできた。よかった。よかった。これ説明書結構必要だわ。多分。説明書読まずにやるって言ったけど。まあでもね、この動画見ながらね、あの最低限の情報だけでもね、あの入手して一緒に育てましょう、これは。お、成功した。なるほど。おお、タマショッピングとタマデリバリーに入荷した二重コラボアイテムで
メイキューハッピー、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。始まった始まった。やっと20チャンネル始ま、20専門チャンネル始まった。今までたまごっちチャンネルだったから。君も20みたいなスターになれちゃうかも。ガチ。いいな。やっとだ。やっと始まったぞ。ポテ。これなんでずっと泣いてるわけ？なんかね、タマデリバリーとか、タマショッピングとか、タマワークとかで、あの、20のね、20か、20のなんか、コンテンツができるらしいんだけど、タマデリバリーとか、このアップってとこにあるらしいんだけど、このアップが使えないんだよね。はい、とりあえずね、この時計の部分を、時計の部分をこの二重仕様にすることができました、これ。これ変わるのかな？ほら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 。これメンバーカラー、かわいいね、これ。で、はい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 。これ U みたいな感じやね。アルバム U の色っぽいね、これは。まあ、ちょっとこれが一番20っぽいんでね、ちょっとこれにしときます。で、なんかアップの方法は多分、もしかしたらベビーキーだとかけられるよみたいな書いてあったんで、もうちょっと育てたら、あの、20のね、アイテム使えるかもしんないんで、ちょっともうちょっと育ててみますね。いろいろやってたら寝ました。おやすみなさい。はい、ということでね、今2日目なんですけど、ちょっといろいろね、ちょっと分かってきたので紹介しようかなと思います。まずね、これ今、3段階目の子なんですけど、最初、卵期って、まあ、卵の時代、ベビー期っていう、まあ、さっきの、さっきまでのベビー、なんか赤ちゃん時代で、これが多分もう、あの、赤ちゃんではない、まあ、一番やんちゃ坊主の時だよね。でも、何期か分かんないけど。で、5段階あって、今その3段階目。で、次は多分ヤング期かな。ヤング期で、最後がなんか友達期か分かんないけど、なんか、多分その最後にニズーになるんだと思うんですけど、この3段階目になると、このね、アップっていうのがね、できるようになって、このアップっていうので、こう、タマデリバリーとタマショッピングっていうのがあるんですけど、そのタマデリバリーで、例えばおやつだったらおやつとかやると、このね、右上にこの20のマークがあるやつ、これ20のマークがあるやつは、これもう20のアイテムなので、これ2ページ以降ないんですけど、こだわりリンゴね。で、多分、こだわりリンゴを食わせまくれば、こだわりリンゴを食わせまくれば、マヤンになるんじゃないかなって思うので、多分ね、ちょっとね、このこだわりリンゴ食わせまくりたいんですけど、でもこれおやつだと、あれなんですよね、あの満腹度がね、あの6段階あるんですけど、満腹度がね、満たされない。これがミンチョケーキ。これリクちゃんかな？リクちゃんに該当するのがいっぱいある。チョコミントとか誰がいたっけ？で、これ完全にね、これ完全にマコちゃんのフレッシュレモン。で、これもケーキ。ケーキもリクちゃんかな？リクちゃんかな？虹色ケーキ。リクちゃんっぽいのがいっぱいあるんだよね。で、こうやって戻ると、タマデリバリーがね、来ると。で、普通にここのおやつから、こだわりリンゴを選ぶと。まあ、あげたいものをね、選ぶと。こうやってね、食べるよねっていう感じなんですけど、おやつだと満腹とか満たせなくて、やっぱご飯をあげなきゃいけないんですよね。で、ご飯こういうのあげると普通のたまごっちになっちゃうので、ご飯もしっかり買っていくと。これご飯これね。手作りチキン。これもさ、まこちゃんかさ、りくちゃんのイメージだよね、チキンって。まあ、チキンみんな好きなのかな？で、これオムライス。これはまあ、りおちゃんかな？りおちゃんになるのかな？これをあげまくると。で、これ大盛りラーメン。これがもうりまちゃんだよね、完全に。で、これなぜかね、これ無料だからね、食いまくれるの。これ虹色ピザ。これがあやかちゃんかな、ピザって言ったら。ミーシャもピザ好きだよね。で、このご飯をあげると満腹度が増えるから、これどうやってやるんだろうね。ご飯もあげつつ、リンゴをむちゃくちゃあげまくればいいのか。で、これ、このね、左上から、状態ってやつで、今どんぐらい懐いてんのかなって、今真ん中ですね。この懐きの真ん中で、お腹がね、こんだけ、まあ今、半分ぐらい腹減ってるよって感じで。で、これがゴッチポイントなんですけど、まあ、ゴッチポイント使うのいつ使うんだろうね。で、まだちょっとお腹空いてるから、じゃあご飯あげるかみたいな。おやつだとね、あんま増えないんですよね。てか増えなかった気がするんですよね。やっぱりピザをあげようと。無料だからね、もう何本あげても。で、ピザあげると、これ増えてるよねってことなんですよね。おやつあげても増えないんで、これどうしようねっていう。で、まだね、こっちの、タマショッピングの方にね、このお道具とアクセサリーでもいっぱいあるので、これね、すやすや枕。これミーシちゃんになるんかな？ちょっとそれがね、わかんないんだよね。あげればあげるだけ、それに近づく。これがね、ルキャちゃんになるんかな？
まやかちゃんの。とりあえずこれで無料なので、この20のアイテムは全部高音マイク。すごいな、高音マイク。これキナちゃんになるんかな、ニナちゃんの。縄跳びだけはこれはもうみんな共通なのかな、ニズンに近づくのかな、これちょっとわかんないんだよねマジで。で以上と。でも届きますよってことなんですよね。でアクセサリーも同様に20リボンね。でピンクベレーね。で虹色バルーンね。でライトスティックね。これいいよねライトスティック。とりあえずニズーには絶対にしたいので、これピンクベレーもさ、これマヤンちゃんになるんじゃない、ピンクベレーって。お、なるほどね。これあの MV とかでマヤちゃんピンクベレーかぶってたよね。うわ、これ絶対マヤンちゃんになるやん、こんなんしたら。いいねいいね。でちょっと縄跳びで飛ばしてみるか。縄跳びでね、はい、こちらハッピー縄跳びで、これ2本あるんで1本でいいんだろう、1本でいいんだろうけど、お、20の曲ではなさそう。どうしたあんま好きじゃなかったみたい、あんま好きじゃなかったみたいっていう感じで育てていきます。はい、今ね徹夜でね研究に使うコイルを作っていたんですけど もう気づいたら別の生き物になっていました。でね、もう寝る前なんですぐ終わらせるんですけども、とりあえずマヤンちゃんにね育てたいので、ひたすらにねリンゴをあげます。だね、デリバリーでもらったおやつのリンゴをひたすらにもうね2個与えたんですけど、こうやってねこだわりリンゴを与えまくると、これでマヤンちゃんに育つことを願いますということで以上です。はい、ということでね、4日目です。ちょっと3日目ね、短いんですけども、まああんま長くやってもしょうがないからね、とにかく、もう一貫して、リンゴをね、与えまくって、で、リンゴ以外の食べ物も、大体、とかもう全部ね、20のアイテム関連、20関連のアイテムで、ご飯食べさせたり、おやつはもう全部リンゴだし、アイテムもね、20のグッズを、与え続けました。で、大体これね、寝て起きたら成長してる、今まで。1日目で卵期になって、2日目で、キッズ期かな。で、3日目で、ヤング期か分かんないけど、そうなって。で、今4日目なので、友達期っていうね。まあ、その、ニズーになってるならなってる時なので、ちょっとこれね、ここ押したらもう多分、マヤンちゃんが待ってるんじゃない？これ。多分、マヤンちゃんが待ってると思う。だって、なんか、その、食べさせたものによってね、まあ、今まで言ってるんですけど、食べさせたものによって、どのたまごっちになるか、決まるみたいな感じだったので、もうね、とにかく、リンゴを食べさせまくったので、もう、マヤンチか、まあ、でも、一応、ご飯とかでね、チキンとか、ピザとかも食べさせたので、まあ、もしかしたら、他のね、リチュッチとかね、アノッチとかになるかもしんない。けど、もう、リンゴめっちゃもう嫌っていうぐらい、もうリンゴむちゃくちゃ食べさせたので、まあ、多分マヤンチになってるんじゃないかなと思って、ここ押したらもう多分出るからね、行くよ。さあ、マヤンチになっているのか。これマジマヤンチになったらめっちゃ嬉しいな。行きます。3、2、1、マヤンチ、こんにちは。誰やねん。お前めちゃくちゃ元気やし、ちょっと待って、誰やねん、なんてやねん、それは何、食べさせるものによって変わってくんじゃないの、誰やねん、何日やねん、それは何がコンセプトの何日やねん、ちょっと待って、せめてニズーであれよ、何っちやねん、これは。うんちしてるし。うんちも動いてるし。一番飛び跳ねてるし。何っちなの、ちょっと待って。はい、ということでね。ちょっと何っちかもわからないっちにね。何っちかもわからないっちになったので、ちょっとね、でもこれなんか、こうなんかね。結局こっからさ、なんかこう、なんだっけな。なんかで、なんか、こういうのかな、こういうのでなんか結婚させて、タマッチングアプリね。そう。デートしたい子。絶対この子だろ。可愛いだろ。
スイーツ作り食べてほしいな愛よ。で、もう、で、これでね、第2世とかも育てていくので、あの、冒頭にも言ったね、こちらのチャンネルね、こちらのチャンネル、あ、間違えた。こちらのね、横にあるね、アカウント、マヤ推しのポテなんならマヤ、マヤ推しのポテなんならマヤっていう、ツイッターのアカウントでね、ポテのたまごっち日記もね、続編をどんどんやっていくので、ぜひね、こっちのツイッターのアカウントをね、フォローしてもらえると嬉しいなと思います。でね、こっちのね、22の公式の方でもね、結婚してもいい。早っ。マッチングアプリから結婚の、早っ。いやー、ちょっと待って。え、そんななの？待って。え、これちょっと待って。そんな早いの？そうか。結婚してもいいで、いい幼くても数秒経ったらもうダメなんや。皆さんこれも教訓にしてください。で、こちらね、22の公式アカウントの方も、いろいろね、僕のチャンネルの、なんか予告だったり、こういう動画出すよだったりね、今日何時から出すよとかね、他にもいろいろとね、20のことについて喋ったりするので、ぜひね、この公式の方も、フォローしてもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。見えてるかな？反射でポテが映ってるんだけども。